西根貝寺は、静岡県寸東郡町泉町にある大幕州の寺院。3号は、長久保山。一歳峡の木繁を、草くされた、鉄岩、道光禅寺の兄弟子で、地産地水に功績を残された、鉄牛道器禅寺を解散とする。1686年12月、鉄牛禅寺の奉仕で、会期である、甲州禅寺が、足日山麓の大地にあって、 長久保城跡と百沢渓谷を隔てる場所に当時を創建した。以来7代まで死守継承したが、1837年以来、無重になる。1849年9月、満腹寺間長の匿名により、有林広取徳善寺が新算して8代となり、栗県本堂、陳寺屋渡社を再建し中高となる。第二次世界大戦後、 農地開放による寺六後長部余りを全面開放や境内内の国道246号線の通過などの大規模な変遷があり、おおよそ現在の境内地が確定する。1977年、現存する本堂を木造2層屋根作りで建九1989年、栗にて、ふちゃ料理にしねがい寺を始める。2016年に、伊い堂を混流。 境内には文化財として長泉町指定有形文化財の八幡神像がある。これは長久保城の守護像であったもので創建されたと同時に祀られることになったという。また、貝や万字の欄干など大爆的特色を持つものや町内で出土した富士山の溶岩でできた一万冷凍、幹回り5メートルほどある樹齢不確定な胃腸の巨木、 広大な妄想地区の竹やぶなどがある。鉄牛同期禅寺、海山公衆公、海急気行動水岩本中核に武器を、寄宿、峰広松、幻想女用幽林広篤、中高石床、人春昭後広室棚田那昭佐都支援昭、同英栄拝道陳寺や渡社八幡新造八幡新造。長久保城の守護像であったとされているが、廃城後、 西根ガ寺デラを創建した際同時に祀られることになった。制作年制作者不明。ふちゃ料理ふちゃ料理ふちゃ料理は、人間禅寺が来日した際にもたらした、精進料理。クズと植物油を多く使った濃厚な味で、拓を囲み大皿に乗った料理を各人が取り分けるのが、特徴である。春と秋の1ヶ月間、ふちゃ料理を開催している。ありがとうございます。